サンクトペテルブルク北港のバスケロボ駅を発車するエレクトリーチカモスクワ市内のヤロスラフスキー駅に停車中のエレクトリーチカ車内の様子。外に見える駅はサンクトペテルブルク西港のソスノーバヤ・ポリアーナ駅。エレクトリーチカはロシア、ウクライナをはじめとする旧ソビエト連邦県内を走る近郊電車、通勤電車であるアゼルバイジャンソビエト社会主義共和国のバク雨サ分中。 かんで運行されたのが始まりである。ソ連での鉄道整備は比較的発達しており、電化区間も多かったために、エレクトリー地下はソ連全土で走行した。現在でもエレクトリー地下の活動範囲は、とてつもなく広く、走行範囲は、東はロシアのウラジオストク駅、西はベラルーシのブレスト中央駅などで、東西1万キロ以上の範囲であり、 世界一走行範囲が広い鉄道車両である。ちなみにソビエト連邦の崩壊後には塗装は各国独自になっている。1950年代までは ER と呼ばれるラトビア乗りが車両製作工場で全車両が製造されていた。よく知られているのは直流区間用の ER2 と交流区間用の ER9 及びそれらの派生車両である。運転は 運転手と助手の二人で行う。通常は6両か12両編成で運転される。2両1ユニットになっており、うち1両はパンタグラフのついた動力車、もう1両は空気圧機器が搭載された付随車である。自動開閉の2ドア車であり、プラットホームの低い駅での乗降を考慮して、ステップがある。ドア幅は地下鉄よりも狭いくらいであるが、幅の広い新型車両も存在する。 基本的にトイレはないが、運転席のそばにトイレがある場合もある。座席は横三人がかりの木製もしくは、FRP 製の固定式、クロスシートであり、居住性は高くない。ソ連崩壊前後は、新型車両を作る計画があったものの、1990年代の財政難によりその大半が頓挫し、当面は既存車両のリニューアルに留まるようである。実際、 どの車両も塗装を除くと外見上の際はほとんどない。ちなみにソ連時代の塗装はダークグリーンにフロントの赤帯、側面の交代である。しかし近年の経済成長で ER2 の派生型である新型車の EM4 スプートニックトレインが登場しモスクワに導入され急行用車両として運用されている。駅間距離は比較的長い。都市部の駅には 改札があるが、郊外の駅はプラットフォームへの出入りが自由である。中には、プラットフォーム以外何もない駅、プラットフォームの長さが足りない駅、無人駅、照明すらない駅なども存在する。また、季節によっては何もない地点で停車し、乗降客扱いをすることもある。これらの地点は、キノコ狩りをする人々が利用するという意味で、マッシュルームストップスとも呼ばれる。 車両の整備及び乗務員の勤務は専用の車両基地を拠点とするが、乗務員の出社先は通常は駅であり、車両基地に通勤するわけではない。ソ連の交通において、極めて重要な役割を担った。現在も、旧ソ連諸国の政府は、エレクトリー地下の運営に力を入れており、少なからぬ補助金で支えられている。だが、インフレーションの影響か運賃の値上げが続いている。 郊外の住民にとって自家用車はまだ一般的なものではなくバスは渋滞などで時間が読めない結果としてエレクトリー地下が都心と郊外を結ぶ最も安価でかつ信頼できる交通手段となる郊外で休暇を楽しむ都会の住民や都市部に収穫物を売りに行く農民にとっては生活の一部とも言えるモスクワ、サンクトペテルブルク、キエフなどの大都市においては 市内に居住する通勤・通学客の輸送に活躍している。都市部を中心に輸送力不足に伴う遅延が頻繁に発生しており、その場合に一部の電車が運休する。また、平日ピルマに線路の保守を行う路線、区間が存在し、その際にはその区間の電車は運休する。このような路線、区間沿線の地域では以上の理由により、 平日ピルマに不便な鉄道を嫌って、路線バスやマルシュルーとかを利用する住民も少なくないと言われる。短距離路線では、車内の検察がほとんど行われないため、その気になれば簡単に、無賃乗車ができてしまう。また、乗務員に賄賂を払うことで運賃の支払いを逃れたり、偽の乗務員が乗客から料金を騙し取る例もある。ペット、家畜や大きい荷物は別運賃だが、 これを支払わずに乗車する客が存在する。ロシア語で俗に税と呼ばれるエレクトリー地下同士の乗り継ぎによる長距離無賃乗車が存在し、主に資金力の弱いホームレスや低所得者が中、長距離を移動することに利用すると言われる。例えばロシアの2大都市であるモスクワとサンクトペテルブルクの間をモスクワとベリボロゴエオクロフカマーラやビシェラ。 サンクトペテルブルクの順に5本の電車を乗り継ぎ、無賃で乗車することで旅行が可能になるとされている。ソ連においては、社会的な象徴であり、芸術と文学のテーマにもなっている。いかに、英語訳を示す。いかに、英語訳を示す。1980年度のアカデミー外国語映画賞を受賞した、モスクワは涙を信じないの主役のエカテリーナは、モスクワ郊外のダーチャから、 モスクワ市内への帰宅途中に乗車したエレクトリー地下の車内で恋人号車に出会う。作家ベネディクト・エロフェイエフが1969年から1970年にかけて執筆し、地下出版されて、ソビエト国外で有名になった物語誌、良いどれ列車、モスクワ初ペトシ企業は、 主人公がエレクトリー地下でモスクワからペト式までのわずか1 2 5トルを旅しようとする様を描いている。1980年代の後半、ソビエト連邦の人々はエレクトリー地下のことをソーセージになぞらえて、ソーセージの匂いがする長くて緑色のものと呼んでいた。当時、同国の経済が危機的になり、食料を品店の前には長い行列ができていた。 多くの国民は、モスクワをはじめとする大都市で、大量の食料を長い行列をなして買い込み、エレクトリー地下に積んで持ち帰っていたという。その様子からこのジョークが生まれた。ありがとうございます。